テオドシウス朝は379年に東方聖帝として即位したテオドシウス一世から始まるローマ帝国の王朝である。テオドシウス一世は西方聖帝グラティアヌスによって彼の共同皇帝として東方聖帝に選ばれたがグラティアヌスの死後は次第に西方聖帝を回儡化しローマ帝国の東西領域を実質的に単独支配した。 395年のテオドシウス一世の没後、彼の西によって帝国の分割統治が行われた。帝国の分割統治はそれ以前から行われていたものの、この分割以降にローマ帝国で東西宮廷の対立が深刻となったため、日本ではこの時をもってローマ帝国が東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂したとみなされている。 東では450年まで、西では455年まで続いた、テオドシウス一世紀の娘婿、京地カド、コンスタンティウス三世紀の子、ホノリウスの没後、元老院によって擁立された、聖方帝ヨハンネスを倒して即位、379年から394年までは、ウアレンティニアヌス朝の東方カド、アルカデュースの娘婿、ありがとうございます。